自律神経の働きを説明するのに、まあこういうのを使いますね。シーソーのような関係に交感神経が興奮すると副交感神経が若干抑制されることがある。ただこれだけでは全ての説明ができるわけではなくて、こういうふうなんですね、こっちだ、こっちでした。ちょっと大きいんですけど、交感神経副交感神経は棒グラフのような関係で、一つの臓器、に影響してたりとかですね、例えばシーソーみたいに、こちらを抑えればこっちが興奮したり、こっちが、興奮するとこっちが抑制されたり、そういうシーソーの関係じゃなくて、例えば治療するときは各々の神経をこう抑制するような治療をしなきゃいけないと。ちょっとこれ大きいんですね。で、こういうあのハンディタイプの、治療室、どこの治療室でも置けるようなものを作ってみました。研究会の時に、ご紹介したいと思います。値段まだ決まってません。